それでは記事を熊田解説員に紹介していただきます。熊田解説員、お疲れ様です。熊田です。それでは記事を紹介するので聞いてくださいね。本日のニュース、女性自身のランキング。政界に復帰してほしい元政治家、3位橋下徹氏、2位田中真紀子氏、1位があの人笑 X 人なんで官直とがなどツッコミ殺到笑をお伝えします。それでは記事を引用してご紹介いたします。以下引用。政界に復帰してほしい元政治家ランキング、3位橋下徹、2位田中真紀子を20票差で抑えた。1位は中略。1位小泉純一郎114票、2位田中真紀子91票、3位橋下徹70票、4位岸信夫35票、5位菅直人24票、6位杉村太蔵18票、7位若狭勝16票、8位谷垣貞一14票、9位松井一郎11票、10位竹中平蔵10票。以下略。引用終了。全文はソースへ。 X 民の反応がこちら。以下引用。田中真紀子氏は外務大臣当時、日本で拘束した金正男氏を北にすんなり返した人物、拉致被害者との交換など千載一遇のチャンスを毀損した政治家ですよ。ゆうちょ解体して世界最大のメガバンク潰して資本海外に流した小泉が1位。コメントのしようがないんですけど、この結果について一番反省しないといけないのはメディアだな。さすがに鳩山由紀夫は入っていなかった。岸さんと谷垣さんだけだな。どちらも怪我や健康上の問題で早く引退したから惜しいと思うわ。早く引退してほしい人ほど居座ってるからね。かっこ笑い。こう見るとろくな政治家いてないのがよくわかる。なんで官直とがいるんだよ。かっこ笑い。谷垣さんにもっと活躍してほしかったですね。どこのドイツにアンケート取ったんだろう。谷垣さんがいいかな。すごいあれ感があるな。なんやこれ。年末で忙しい時にふざけんな。ほんとここのアンケートはようわからん。引用終了。いろんな世論調査アンケートがありますからね。このアンケートは全国20歳以上の男女500人を対象にアンケート調査を実施したそうです。いろいろぐちゃぐちゃにした小泉純一郎氏が1位と格差ですわ。田中真紀子氏も最近なんか取り上げられとるけどないわ。岸信夫氏や谷垣貞一氏は復帰してほしいとは思いますが、視聴者の皆様はこの話題についてどう思いましたでしょうか。さまざまなご意見をコメント欄にお願いいたします。また有権者の皆様、あらゆる選挙において与野党問わず日本の国益、日本国民のために働いてくれる議員、政党を選んでいただきますようお願い申し上げます。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。